はい、皆様どうもこんばんは、道理源と名乗るものでございます。さあ、今回か西武編、埼玉西武ライオンズ編に入っていきたいなと。ただなこれな、西武結構強いんだよな。日本ハムがちょっと強すぎるところもあるけど、打線はもう文句なしのメンツが揃ってそうなんだよね。笹川くん、あの日本ハムでね、最後若手のエースで、出てきてくれたんだと思うんだけど、あの子が沢村賞を取るレベルになってます。5年前まで敵だ、仲間だったみんなが敵になるという。さあ、それでは、セーブでやっていこうかな。そう、西武が日本シリーズ優勝なんですよ。昨年の優勝、日本一チームをやる、操作するんで、まあ今年は勝ったんじゃないの。もう1年で終わりたいね。うん、はい、山野辺くん、佐々木くん、戸川くん、山田、野中、上間、天野、綱島、中三河くんかなを、が対談。まあ、その前にちょっとあの、能力見るの忘れてたんで、能力見ますか。まあ、打撃の方を見ますと、まあ、片柳くんが、正捕手で、まあまあ普通に強い。で、コックス、136打点、ブランコかな。で、ブ、タケくん、守備型タケくん。で、イソディ、佐藤、渡辺健人。なんかあの、サードが多いんですよね。サード多すぎ問題なんですよね。ここのメンバーがサードとファーストを指名打者やってるからな。で、川野くん。で、外野は上林、若菜、岸くん、鈴木くん、高木くん、西川くんと。結構この外野に関しては、外野、内野ともに、あれかな、なんだろう、西武の若手陣営が、頑張ってるっていう状況ですね。で、2軍にもこうやって山村くんとか、あと誰だろうな、あとこの朝羽くんとかで、八木くんも守備型で言うならば文句なく強いんですよ、打撃は。で、投手陣は、井上、西崎、関川、若菜、浜崎、今井と。この、若菜、関川、今井、浜崎ぐらいはそんな悪くない。で、ここの2人もそんなに成績悪くないんで、まあ、井上ぐらいか、悪いのは。で、山岡が中継ぎ入って、川島、ヒックス、これは大曲くん、水上くん、フランク。まあ、投手がちょっと、あれかな、この長谷川くん元日本ハムかな、多分なんかいたような気がする。で、投手陣もそんなに層が薄いわけではないので。これなんで負けたかっていうと、日本ハムが強えんだわ。岡島、18勝4敗 2.39 笹川 1.21 20勝4敗僕がいた頃に若手だったこの有望株2人がちゃんと育成されて、ちゃんといい感じに育ってくれて嬉しいんだけど、今となってはもう敵でしかないからね。で、伊藤も抑えで頑張ってて、なので、まあここのドラフトは、投手メインで見ていこうかな。
誰かいますか。おお、いやーでもなーサードだもんなーサード余ってんだよな。うわ、マスカー君いいね。マスカー君取りたいな。投手がなんか何とも言えないね、微妙だね。 P は、投手がぶっちゃけ微妙すぎるんで、ここ野手取ってもいいね。石川くん取りたいけど、石川くんサードいらないわ今ではない。まあナンバーワンショート取るのもありなんだけど、結構なんだろう、この素材型が多いかな今シーズンは。今回のドラフト素材型だねみんな。ここはもうしょうがない。外野取りますか。まっすん OK。 石川が A3、 山岸が6球団か。山岸って誰だ、見てねえのかよお前おい、どうなってんだここの投手陣は。ここのドラフトは終わってるかな。な、西山くんとってそっから投手取りたいけど、投手取る子そんないねえんだよな本当に。秋野くん取るか、コントロールいいからスピード上げればまだ使える P にはなるんじゃない。クロスくん、まあ大地くんぐらい取りますか。こんぐらいやな、正直もういらないな。このドラフト微妙すぎるね、いい素材がいなかったわ。まあ今回のドラフト正直僕関係なかったんで見てないんでね、そこが痛かったね。秋野くん、おお、きれい丸、ケツ上がり。クロスくんも悪くはないね。逃げ玉、150キロの速球で逃げ玉なんで。オチくん、あ、タイピン B。 この子はまあ最悪即戦力で中継ぎの休みの時に使えるレベルなんじゃない。西山くんいいね、まさに素材型だね。ちょっとショートがいない分、ちょっとねその分素材型系でもいいんで取っときたい。まっすん、スライディングアウトコースヒッター、いいじゃないのパワー系の沼。まあ、外野飽和状態なのはちょっとまっすぐには申し訳ない部分はありますが、渡辺か。いやでも渡辺どこ守らすんだよ、渡辺取っても。でも渡辺欲しくない渡辺どう。あ、来た渡辺来るんだ。はい、それではポスティング見ていって、オルビー、うわー却下されたんだ。いなくなってもよかったんだけどな、オルビー。8年間すげえいい投手なんだよねこのオルビーくん。メジャー行かせてあげなよ33歳。おアレンビーか。日本ハムもう手放すんだね。どうしよう、アレンビーいいな。でもアレンビー取ったとてなんだよな、使う場所がないからな、やめとこう。さあアレンビーヤクルト行った。なんかアレンビーのあのメガネと顔がいいよね。今泉くんが、日本ハムへ。なら山田くんと
ゲンダを取りますか。なんか投手を取った方がいいような気がするけど、なんかさっきからバッターばっか取ってますね。山田源田はバックアップ要員っていう感じ兼、コーチャーとして呼びたいなと思ったんで。このさ、二遊間セカンド守れるのがあんまりいないのと、ショート守れるのもそんなにいないんで、源田はひょっぱなから一軍に行ってもらおう。で海外留学は、あ、ペナントいけんの、あー、コリア、ヨーロッパ行けんだ、うん、待てよ、ショート行かせてもいいんだけどな。西山くん行かすか、西ヨーロッパ行かそう。まっすんな、行かせてもいいんだけど、いや、いいや、まっすんは。西山と、秋野くん行かそう。ヨーロッパに。OK。さあ、西山、素材型から、守備もできる、源田タイプになってほしいね。源田もちょうど帰ってきたんで。はい、それでは、キャンプやっていく前に、外国人を見て、いい外国人が、そんなにいないと。これは誰だ、バベッジと、オールホフぐらい取っときますか。なんかフランクの方がまだいいような気がする。まあバミューチはそんな悪くないか。一発オルホフ、抑えなのか。お前どっちかっていうと中継ぎタイプの人間じゃないか。いや、これまだフランクの方がいいな。まあ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 、ここはおよい成績を見ながら、決めていきたいなと思います。はい、それでは行きましょう。はい、ペナントです。開幕です。まあ、オープン戦3連勝で、結構大差で勝ってたんで、まあ、基本なんだろう、日本ハム以外には負けないような気がするわ、このメンツなら。磯田がサードで、上林、若菜、いや、ミート A が2人並んで、かつ、代打でミート S もいますからね。で、柘植くんもミート A と、ミートがとにかく高い、このメンバー。いや、これ負ける要素ねえな。ああ、負けねえわ、さすがにこれ優勝だわ。さすがにね。うわー、すげえ。フルボッコ。いや、こんだけ打てるさ、チームにいられたら、そりゃ、いいっすね。おもろいわ、こんだけ打てたら。3連戦だけ見て、そこから、トン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 やっていきましょう。快勝。11対6。おい、お前、最後。若菜以外やろ、これ多分。若菜は結構いい P だからな。だよな。若菜が6回2でまとめたのに。山岡、川島、エラーもあったな。上林とコックスのエラーか。まあまあまあ。打てばいいや。つえー。これ負ける要素あるんかね。はい、ラスト。これ、ピギヘボいな、ただ。なるほどな。確かに、ピーはヘボい。
だから日本ハムに昨年負けたんだな。ただこれ打線さえ渡辺が揃っても完成されただろ、この打線が。まあこれもうなんか優勝できそうだな。なんかそこまで困らないで、なんかコンパートはもう軽く飛ばして、はい、優勝しましたーってなりそう。いやーありがとうね、セーブ。それでは交流戦まで行こう。はい、交流戦まで来ました。こう試合を重ねれば分かることっていうのがあるっていうのを今改めてね痛感しました。このチームね本当に投手力が終わってる。ひどい。えってなった。防御率は 4.6。リーグ最弱で、打線は、まあ結構ね、到底妥当なところはあるんで、まあ一概に悪いとは言い切れない部分もありますけども、まあ先発はまだいいや、先発は。問題中継ぎだわ。な、中継ぎまともに投げてるやつがさ、ヒックスぐらいかな。他がもうだって6点台からね、投げてるやつだね。6、5と。いや、これひでえな。そりゃひでえわ。さすがにねえわ。で、ニッシーが帰ってきました。おー、まあ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 。まあ、まだこう、川野の方がいいんかな。まあ、西山と、源田変えて、ここら辺が出る出番がねえからさ、守備要員と変えようか。ああ、というか守備、あでもな、守備もまあ上手いからな、みんな。なんだろうね、この。みんな、走攻守守れるから、スタメン以外がまともに出る機会がない。スタメン以外まともに出ていないっていう。で投手陣の新しい子、秋野くん。秋野くんも使うか。いや先発ね、2人ぐらい足りないんか。4人はいるんだけど、ちょっと足りないね。で中継ぎは1回今全部変えてみて、で抑え1回なら、まあ外国人使うか。眠らせといても意味ないんで。いやこれさ、まあ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 、でも6ゲーム差で3位なんで、まだ優勝狙える範囲。横浜じゃなくて日本ハムが強え。投打ともに隙がないね。まあオールスターまでまた飛ばしますか。はい、オールスターまで来ました。13.5 ゲーム差で4位。なんだろうな、日本ハム強くないですかね。ちょっと本当に日本ハムやめてもらっていいですか。いや笹川くん、ちょっとこの子なんでこんなエースになっちゃってんの、この子。びっくりするぐらいエースになってる。で岡島も、ね、スランプになりながらもう普通にいいのと、いやこれ困ったね。
なんか思ったせい、思った以上になんか強くなりすぎちゃった、みんなが。柳が選ばれて、磯田も選ばれてるか。あと今井も選ばれてたね。まあ投手陣で言うと、先発があと2人ぐらい欲しいかな。秋野くんがこのような能力でした。まあ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 、もう正直先発が1人もいないんで、秋野くん使ってもいいかなっていう。この4人以外は、こう回しながら使ってます。で、中継ぎで言うと、そうだな、まあみんな結構疲れてる感じはあるけども、まあオドホフ君が案外やってくれてるんで、そこは良かったかな。フランクよりも意外とやってくれてるんで、オドホフは。で、打撃陣は片柳君、渡辺、武、まあ、山田落とすか。ちょっとね、打撃多すぎるわ。西山がこのような能力でした。正直こんなに打撃いらんよな。バッターこんなにいらないんで、トレード出してるんだけど、なかなかトレードがね成功してない。渡辺とかもトレードですぐ出してあげたいのに。で、なんでかっていうと、これ結構今投手が不足してるんですよ、他のチームも。大体投手オファー来るんで、なんで今やっぱ到底打工の影響が出てるんかなと思います。4.63。 まあ日本ハムとの差はここだな。投手陣をもっと補強していかなあかんな。ここからちょっとあれだな、ドラフトも投手メインでやっていきますか。さすがにこれはあかんわ、投手陣が終わっとるが。はい、それではちょっと辛い部分もありますが、シーズンが終わるまでいきましょう。はい、年間表彰です。21.5 ゲーム差の最下位。あれ、優勝候補埼玉西武ライオンズはどこ行ったんでしょうか。まあ、成績を見ていきますと、とにもかくにもあ、こう見るとあれですね、あの投手力がそのまま順位のとなっておりますね。打線は僕が一番いいんで、僕だが、おかしいな。まあちょっと見ていきますと、磯田くんとか、武くんとか、渡辺もよくやってくれてます。川野もで、コックスがな、今年はあんまり良くなかったんで、来年また巻き返してもらえるよう頑張ってもらいたい。で、若林、岸、上林と。で、鈴木とかがいたんですけど、まああとね、あんまり出る幕がなかったんだわ、そもそも。ここ打線が強すぎるからさ、代打を出す意味があんまないんで、ああそれやったらそっかーと思って、出る幕がないのかーと。で、投手陣は、今井くん、関川くん、浜崎くん、若菜と。若菜がスランプ入って、それが痛かったかな今年は。あとは、特に言うことがありません。はい、昨年のドラ3ぐらいの、秋野くんが意外と、頑張ってくれてるんですけど、他はもう本当に
中継ぎがひどいね。一番投げたのがヒックスで、二番目 6.06 のバベッチだからね。あの5番手に 7点台のオドホフがいる時点でちょっと闇を感じざるを得ないような中継ぎとなっております。ひでえな。バッターを切って中継ぎ補強をやっていきたいと思います。笹川くんすげえな。オドビーも選ばれてる。さあ磯田が最多安打、今井が最多奪三振で、笹川の4冠はなんとか阻止できたか。言うて最下位なんでね、はい、今年はですね、ま、大曲がり山田を守備走塁コーチャーに、で柘植くん引退したんすよね。まあ、こんな感じで、本当にバッター勢プラス、外国人、昨年取った外国人は全員解雇で、もう一回一からやり直すっていう感じにしたいなと思います。もうサード勢も何人か切ったんで、サード外野の、余ってるパワー系、打撃系の選手は全員根こそぎもう切ったんで、このドラフトはもう投手1本、まああとは捕手1人ぐらい取れたらなっていうぐらいかな。うん、ただ捕手も、まあ、青山と米本取れなかったらもう取らないで、欲しいのは先発もだけど中継ぎも欲しいんだよな。いやー、このナックルボーダーすごい欲しいんだよね。この子もロマンの塊だからな。ただこのカジノ君も欲しいんだわ。みんな欲しい。結構豊作なんすよ。まあ、ただここはエース候補でナックルボーダーのこのナックルっていうのがいいよね。ナックル6、そんな P なかなかおらんぞ。3、エビナが2、0、7か。まあ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 、3なら当てれる。3なら当たる。 OK、 よし。危ない、怖い。 OK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 。さあ、それだったら次中継ぎ補強、わあ、カジノ君取りたかったんだけど、それがダメなら関原君とか坂野君とか、まだまだいい投手はいっぱいいるので、これ関原君いいね。150キロ左投げ、スローカーブ5、関原くんは取っとこう。で、あの子取られてなかった、あ、坂野くん取られてないな。坂野くん行こう。もう先発じゃなくて中継ぎ補強は必須なんで、ちょっと微妙かなっていう選手でもどんどん取っていきたいなと思うんだけど、本当になんか微妙なやつしか残んなかったな最後。まあ白坂くん取って、あとはそうですね、打撃の方を最後見て取っとこうかなっていうのがおれば取りたいけど、いなさそうだね。ならもうこれで終わりましょう。 FA とか、外国人、自由契約で選手取ればいいので、あとは
いや、ドラワンダーの高卒ナックルボーダー取れたのでかいわ。この子なんて読むんだろうね。鈴木くん、伸び F。 まあナックル投げてるからな、伸び F だよな多分。でもいいね、いいいいいい、なんかエースっていう感じじゃないけどロマンがある。白坂くんいいね。高卒ルーキーでこれだったら悪くない。で、関原くん、お関原いいな。これ本当に抑え候補だな関原。お、坂野くんも悪くない。打撃は取ってないもんね。うん、OK。はい、それでは、コンパートはここまでに、しますか。また、次のパートでお会いしましょう。いやー、埼玉西武、なんか1年で終わると思ったら、これ3年かかるな。いやー、投手再建に3年、あと3年かかるか。いやー、やばいぞ。間に合わなくなるかもしれない、30年。怖え。はい、それでは、グッバイグッバイ。バイバイ。